というところに顔劇場というのがもう一軒あるんですけども、もう九州でも顔と横の野鳥だとたった2つしかない、で全国的に見ると、大小新旧合わせて約20ぐらいはまだ残っておりますけどもね、一番北にあるのが、秋田県の後楽館というかですね、まして、1603年にですね、京都市城ヶ原で出雲のお国さんという方が歌舞伎を踊って、まあ、それ以来こう発祥するこう歌舞伎ですね、まあ、それを大体上演するための、小屋として、いわゆる歌舞伎小屋と呼ばれる芝居が、まあ、それ以降こう出来上がってくる。